はい、こんにちは、ちかです。今回はですね、ちょっと山のお話をしていこうかなというふうに思っております。お話しする内容についてはですね、私が今まで登山をしてきた中で印象に残っているテント場をですね、3つほどご紹介させていただこうかなと思っております。だいぶ暖かくなってきて、いよいよ登山も本格始動という方も多いんじゃないでしょうか。そういった方に向けてですね、今後の山選びやルート選びの参考に少しでもなればなというふうに思っています。では早速紹介の方していきたいと思います。はい、ということで、では早速ですね、ご紹介の方していきたいと思います。まず一番最初ですね、ご紹介するテント場は七条小屋のテント場です。こちらはですね、南アルプス貝駒ヶ岳にあります山小屋のテント場となっています。こちらの七条小屋に行くためにはですね、日本三大急登と呼ばれております黒戸尾根を進んでいかなければなりません。こちらのコースタイムはですね、上りだと、大体9時間ぐらいとなっています。この9時間っていう時間をね、飛行機で移動すると、大体成田からハワイぐらいまで行けちゃうんじゃないかなぐらいの、時間なので、結構ね、長い時間かなとも思います。私はですね、一度だけこのルートを通ったことがあるんですけれども、印象としてはですね、序盤はダラダラと上りが続いて、で後半に近づくにつれ岩場や鎖場などのエキサイティングな場所が出てきた、そんな風だったかなという風に記憶しています。お出かけになられる際は、もうヘルメットですね、ヘルメットは必ずお持ちいただいた方がいいんじゃないかなと思います。でそんなこんなでですね、貝駒ヶ岳に向かっていく途中で七条小屋が出てくるんですけれども、こちらのテント場のいいなと思ったところをですね、簡単にご紹介したいなと思います。まず七条小屋のテント場がいいと思った一つ目ですね、こちら、テントを張るテント場がですね、比較的平坦です。これはですね、七条小屋のテント場は下と上かな、おそらく2箇所に分かれてるかと思うんですけれども、どちらも、比較的平坦で、テントが張りやすくなっています。たまにね、本当にすごく斜めのテント場とかねありますよね。この七条小屋のテント場であれば、大体どこの場所もねフラットなので、過ごしやすいかなというふうに思います。そして全体的にこじんまりとしてるところも非常にいいなというふうに私は思いました。すごく広くて、テントがたくさん張れるような天板もですね、にぎわってていいんですけれども、やはり山に行ったからにはちょっとね静けさも欲しいなっていう時があるんじゃないかなというふうに思います。七条小屋のテント場の場合にはですね、比較的こじんまりとしていて、テントもねそんなにたくさん張れるような広さではないんですね。なので、すごく静かにゆっくり過ごせるかなというふうに思います。そしてですね、景色はすごく綺麗ですね。はい、私が貝駒ヶ岳に挑戦した時には、初日にもう貝駒ヶ岳山頂まで登ってしまったんですけれども、思った以上にですね、テント場から綺麗な景色が見えたので、じゃあ翌日はもう登らずにテント場から朝日を見ようということで、テント場でぼんやり景色を眺めていました。ちょうどねテント場からこう前を見るとですね、鳳凰三山がちらっと見えたりとか、あとはですね、私がお伺いした時にはちょっと下が雲海みたいになっててですね、とっても綺麗でした。またですね、反対側を見ると、八ヶ岳がまるっと見えたりということでですね、非常にね手軽に絶景を眺めることができたので、すごくねお得だなというふうに思った印象があります。貝駒ヶ岳、しかも黒戸尾根にね挑むとなると、どうしてもね緊張する部分もあるんじゃないかなというふうに思います。そんな思いで登ってきて見える七条小屋はですね、本当にホッとできる場所かと思います。こじんまりと、そして静かな七条小屋のテントは非常におすすめです。はい、続いてはですね、北アルプスからご紹介です。ご紹介するテント場は大天荘のテント場です。こちらは北アルプス御殿所岳にあります山小屋の一つとなっております。御殿所岳にはですね、山小屋が2つあるんですけれども、山頂付近にあるのがこの大天荘となっております。大天荘までの、コースタイムですね、こちら中草温泉からのルートだと、おおよそ7時間ぐらいかなと思います。途中つば九郎岳を経由して御殿所岳まで向かうんですけれども、いわゆる北アルプス表銀座の、ルートとなっております。
います。私もね、この大転送のテント場を利用させていただいた時っていうのはこの表銀座重装をしている時でした。まあ、そんなね、大転送のテント場のいいところなんですけれども、まずね、景色がとってもいいですね。歩いてきた方を見てみると燕岳やガキ岳などの山々の稜線を望むことができます。そして反対側を見ればですね、今度は槍ヶ岳や穂高の山々を見ることができるということで、これね、表銀座縦走している時であれば自分が歩いてきたルートとさらにこれからね進むルートが見えるということで、とってもテンションが上がるんじゃないかなというふうに思います。そしてですね、ご飯が美味しいのもおすすめポイントの一つです。大転送は円山荘と同じ円山荘グループが経営をされています。それもあってかですね、これ本当に山小屋で食べれるご飯なのって思うぐらいのものをご提供いただくことができるんですね。特にですね、ランチにて提供されておりますインディアンランチというものがあるんですけれども、こちらなんとカレーとナンのセットなっています。山小屋でねカレーを食べることはよくあるんですけれども、何までご提供いただけるってことはねなかなかないかなと思います。見た目もすごくおしゃれでですね、非常に、満足度が高いセットとなっております。そして最後はですね、ビールがうまいということですね。実はですね、私がビールを飲めるようになったきっかけとなったのがこの大転送にお伺いした時だったんですね。これはですね、先ほどからお話ししております表銀座縦走の時なんですけれども、実は当時はですねあまりビールが好きではなくて、自分で飲むことっていうのはほとんどありませんでした。しかしながらですね、当時はですねまだ経験も浅くて、ね、大転送まで着くのにねかなりこうヘトヘトになってしまったんですね。でそんな時大転送について、ああ疲れたと思って周りを見渡したらですね、先にね到着されていた登山者の方が美味しそうに生ビールを飲まれていたんですね。それを見た時に今までそんなにビールを飲みたいなと思ったことがなかったのに初めてですね、美味しそうだな、ちょっとビール飲んでみたいなと思って購入したのが、今に至っているというような形となっております。ちなみにですね、その時大転送で提供されていた生ビールの銘柄がこれちょうど札幌黒ラベルだったんですね。これもあって私が一番好きなビールというのがこの黒ラベルとなったという、実は裏話もあります。いや、あの時のねビールの味は本当に忘れられないですね。今まで飲んだ中でも 1-2 を争うぐらい美味しかったビールです。皆さんもぜひ大転送行かれた際には生ビール召し上がってみてください。はい、そして最後ですね、最後のテント場もですね北アルプスからご紹介させていただきます。ご紹介するテント場は剣沢キャンプ場です。こちらはですね北アルプス剣岳のふもとにあるテント場となっています。非常に有名な場所ですね。ご存知の方も多いんじゃないかなと思います。この剣沢キャンプ場に向かうには室堂を出発して雷鳥沢キャンプ場を通り過ぎ、その目の前にある雷鳥坂というのを登っていかなければならないんですけれども、私が出かけた時はですね、荷物をたらふく持って行ってしまったせいもあるのかなとは思うんですけれども、この雷鳥坂で結構バテてしまいました。ただですね、景色は本当に良くて、ゆっくりゆっくり進みつつその絶景を見ながらですね、進むとすごく楽しいのかなとも思います。辛かったですけどね。はい、そんな剣沢キャンプ場のいいところをご紹介したいなと思うんですけれども、まずですねやはりこちらも景色が大変いいですね。この剣沢キャンプ場からはですね、目の前にあの剣岳が見えますので剣岳を一望することができます。おそらくですね、この剣沢キャンプ場にお出かけになる方のほとんどの方がですね剣岳に挑戦すべく来られているのかなとも思いますので、これがね一望できるとなるとなかなかテンションが上がるのではないかなと思います。私もねこの剣岳が見えた時は
おおってかなり興奮したのを覚えています。またですね、このテント場はですね、実は剱岳方面に向かって、なだらかな傾斜となっているんですね。まあ、それもあってかですね、非常に広々と、見えますので、とても開放感があるテント場となっております。その傾斜っていうのは非常に緩やかなので、テント場が、斜めってるってことはほとんどないかなと思います。またですね、この剱沢キャンプ場はですね、かなり広いテント場となっているんですね。まあ、たとえねすごく混雑したとしても、人と人との距離っていうのはねかなり離れるんじゃないかなと思います。まあ、昨今のですね、ご時世考えると非常にね過ごしやすいテント場の一つなんじゃないかなというふうに思います。そしてですね、きちんと水場も用意されているところはいいところですね。まあ、このお水というのはですね、雪解けの水を直接引いているんだと思うんですけれども、まあ、それがですね、公園のような蛇口が用意されていて、まあ、そこをひねるとねお水が出てくるっていうような形になっています。非常に使い勝手は良かったですね。まあ、何よりですねいいところというのはやはりベースキャンプとしては非常に、過ごしやすいのかなと思います。先ほどからお話ししております剱岳登山はもちろんですね、ここから別山や、マサゴ岳などに登られたりとか、まあ、あとはですね写真を撮られる方であれば、まあ、この周りからですね剱岳をひたすら撮影するなんていうのも非常に良いのかなというふうに思います。またですね、本当に開放感があって居心地のいいテント場なので、逆に何もせずのんびりするなんていうのもいいのかなとも思います。私もねこの剱岳に挑んだ時には2泊3日で出かけたんですけれども、本当にねすごくゆっくりのんびり過ごすことができました。まあさすがにね剱岳に登る前はかなり緊張してたんですけれども、いざ登り終えて戻ってきた時はね本当に、気持ちが良かったですね。まあ、この剱沢キャンプ場はですね、私が今年またお邪魔したいテント場の一つとなっています。はい、ということで、早足ではあるんですけれども、私が印象に残っているテント場を3つほどご紹介させていただきました。まあ、ご紹介したどの山もですね、おそらく春先はまだ雪が残っててちょっと行けない場所っていうのもあるかなと思いますので、今後ですね暖かくなってきた時の参考にしていただければなというふうに思っております。まあ、こんな感じでですねちょっと短い動画にはなるんですけれども、まあ、私なりの山のお話なんていうのもね今後動画で上げていければなというふうに思っておりますので、よろしければこちらの方もご覧いただけますと幸いです。またですね登山に出かけた際には動画を撮ってまいりますので、引き続き当チャンネルの方よろしくお願いします。ということで、今回の動画は以上になります。最後までご視聴いただきましてありがとうございました。山に行かれる方どうぞお気をつけてお出かけになられてください。それではまた次の動画でお会いしましょう。さようなら。